われています。ヨーヨーパフォーマーチーと言います。ヨーヨーパフォーマーチーもしくは宮崎ヨーヨーけん玉と検索していただきますとですね、僕の動画が出てきます。もしよかったらぜひです、SNS やってる方いいねかフォローもよろしくお願いします。好きな君へ笑わないで聞いてくれ、愛してるってなんて臭いけど、だけどこの言葉以外伝えることができない。ほらねまたバカにして笑ったよね。君の選んだ道はどこへ、よかった誰かなんて答えないけど、誰だって笑って過ごす日々に隣に立っていれることで、君と生きる意味になって、君いたしました。皆さん、多分、いると思うんです。